連合奈良は今日推薦する議員と懇談会を開き、次の衆議院選挙も見据え政策を確認しました。懇談会では連合奈良の西田和美会長が連合が求める政策について理解してもらいたいと話し、参加した議員とジェンダーギャップ解消や労働者の声を届ける政策について意見を交わしました。また参加した議員を代表し、立憲民主党奈良県連の馬淵澄夫代表は、次の衆議院選挙は冬になると見た上で、与党のごたごたを当てにするのではなく、野党が一つにまとめるように努力したいと述べました。懇談会のあと、西田会長は次の衆議院選挙に向けて、中央本部がですね、今後出してきた段階で連合奈良も対応することになるかなというふうに思います。一方、馬淵代表は野党候補の一本化について、中央での動きというのは重要になります。ただそれを待っててるんじゃなくて、我々が地方から働きかけていく、それぐらいのつもりで頑張っていきたいと思います。